の愛知です。ツイッターを見てるとですね、定期テストがそろそろまあ終わったよなんていう方が結構ね、リプとかでいただいてて、まあ、真っ最中の方もね、いるかもしれないんですけど、定期テストが終わりましたと。まあ、ひとまずね、皆さんお疲れ様でした。で、そんな中、じゃあ終わった後に、やらなきゃいけないものがありますよね。で、それが何かっていうと、やり直しなんですよ。逆かな？逆かもしんないけど。やり直しをやらなきゃいけない。まあ言われますよね。やり直しやれよ、復習やれよって。実際、やります？皆さん。自分は中学の時は全くやらなかったんですよ。で、高校に入ってからやる科目は、まあ、科目に選んでましたけど、やるものはやるようになってて、で、まあ、教育にね、まあ、仕事をしていく中では、まあ、やれよって言うわけですよ、生徒に。で、それで、じゃあなんで復習をやらなきゃいけないのかっていうところと、じゃあどうやって復習、まあ、やり直しをね、やっていったらいいのかっていうのを、まあ、たまに質問いただきますんで、その辺話していくんで、よかったら最後までお付き合いください。では、まずですね、なんでやんなきゃいけないのかっていうところを話そうと思います。で、実際、その、やらないより、やった方がいいのは、なんとなくわかるじゃないですか。やらないよりやった方がいいんでしょうとは思うと思うんですけど、でもやっぱりそこに納得いく理由がないと、どうしても行動に移せないですよね。基本的に周りのみんなもやってないと思うんで。そう。だから周りもやんないんだったらいっか、みたいな。別にやんなくても困らないしっていうところだと思うんですけど、で、自分はですね、その勉強の側面、まあ、いろんな側面があるけど、その中の一個として、よくね、わからない問題との出会いはいい出会いっていうのをよく言うんですよ。わからない問題との出会いはいい出会い。まあ、何かっていうと、勉強って、まあ、ワークをやったり、問題集やったり、過去問やったり、テストやったり、まあ、いろいろあるじゃないですか、勉強方法としては。で、その中で、まあ、問題集やってても、もちろんわかる問題、わからない問題出てきますよね、もう解いてて。まあ、計算ミスとかも出てくるかもしれないですけど、でも、わかる問題っていうのは当然ですけど、その瞬間わかってるわけですよ。で、もちろん記憶っていうのは抜けていくんで、そのわかってた問題も時間が経ったらわからなくなる可能性もありますけど、でもわかってる現時点ではできるわけですよ。じゃあそれを、そのわかる問題、できた問題をこの先何回も繰り返す必要があるかって言ったら、そこまでないですよね。ただじゃあできなかった問題、わからなかった問題っていうのは当然それをわかるようにしなきゃいけないわけですよ。で、その一方で、じゃあわからなかった問題とかできなかった問題は何かっていうと、その問題今できないわけですよね。でも逆に考えると、その問題をできるようにしたら確実に自分のレベルは上がるわけですよ。だってできる問題はできるんだもん、変わらないんですよ。レベルは上がらないんですけど、できない問題をできるようにしたらレベルが上がりますよね。だからそのできない問題と出会った時に、それをできるように変えることで確実にレベルが上がるっていう。だから自分はできない問題と出会ったらいい出会いだよねって。だって自分がレベル上がるチャンスなんだからっていう話をよくします。で、ここで定期テストの良さがちょっと出てくるんですけど、その定期テストっていうのは当然みんなの目の前の先生が作ってくれますよね。で、作った人がその解説をしてくれるわけ。テストが終わった後に。で、もし解説をしてくんなかったとしても、質問行くこともできるわけじゃん。だから作った本人に教えてもらうことができるわけですよ。で、これは本屋さんとか書店とかでね、売ってる本では絶対できないことなんだよね。だってそれを自分で解説読んで読み解かなきゃいけないから。で、そのあともう一個、これはね、先生にもよるんで、なかなかね、みんなの先生がそうじゃないかもしれないんだけど、先生によっては、例えば質問行った時とか、自分はよく言えって言うんだけど、先生とか持ってって、じゃあもう100点中60点だった。40点間違ってますよね。で、自分の中では、このぐらいの得点を取りたいとか、まあ、こういう高校行きたいとか、偏差値このぐらいになりたいっていろいろ願望があるじゃないですか。それを先生に伝えて、じゃあそのためにどれを復習したらいいですかって質問すると答えてくれる先生って結構います。で、なんでそんなことしなきゃいけないかっていうと、40点間違ったものを40点全部完璧にする必要って絶対ないんですよ。もしみんなが偏差値を75とか80近くまで取りたい。もう、その県の中でトップ高校。もうすごい少数生の人しか入れない高校に行きたいってなったらまた話は別だけど、でもそうじゃないんだったら、例えばじゃあ60点を70点80点にしたい、20点でいいわけ。逆に言えば20点は捨ててもいいわけよ。もちろん間違った問題の中で簡単なのも難しいのもあるので、それを先生に聞いて復習する、優先度をちゃんと言ってくれる。そしたらじゃあ自分は40点間違ったけど、ここまではちゃんと復習しようっていうことが言えるわけよ。そしたら時間の効率も良くなるっていうこともできるので、その辺はね、先生を上手に使ってほしい。まあ嫌な顔する先生もいると思うんだけど、まあそれはちょっとみんなにとっての先生、うん、ちょっとあーってなるけどさ、まあね、もし、そういうことを力を貸してくれそうな先生だったら、ぜひね、力を貸してもらってください。といった感じで、ちょっと復習の方法についてもね、若干話しちゃったんですけど、基本的には問題集にしても、できなかった問題全部を完璧にしようっていうその意思はやめた方がいい。捨ててしまってください。
その必要なもの、自分にとってあと得点何点必要なのかって、もちろんねパッと見わからないと思うんですけど、たださっき言った自分がこのぐらいを取りたい、このぐらいの偏差値になりたいっていう、まあ願望を作って、じゃあそれにはどの辺を復習したらいいんですかって、問題集にしてもね、そういうのを周りに力を借りる、それは学校の先生でもいいし、塾の先生でもいいし、あとは頭のいい友達でもいい。頭のいい子はわかるから、質問したら大体さ、これどれからさ簡単みたいな、間違ったのこれだけあるんだけど、どれが順番的に簡単かなって聞いたら、ああこれ簡単じゃないって、あこれちょっと難しい厄介だわみたいな言われたらさ、それが自分の偏差値云々ではないかもしんないけど、簡単なのから復習すればいいんだから、やっていけばいい。でその復習をしてって、で一番大事なことは復習をするじゃん。でできなかった問題をできるようにするって意外と難しいの。難しいっていうのは定着しない。一回説明を受けてとか、一回自分で解いてみてできました、じゃあ3日後できるかって言ったらできないから、忘れていくから。なんでその忘れていくところもしっかり意識して、できなかった問題、今日ね何月何日これをやりました、じゃあこれを何日後にやろうって決めておいて、なんか手帳とかにメモしておく、部屋に貼っといてもいいんだけど、これを問題やるぞみたいな、で何日かに分けて何回か繰り返して、で定着させる。定着させれば次その問題が出てきた時に絶対取れる、そしたら得点が上がるっていう、それが復習のポイントなので、ぜひ復習するときには周りの力を貸してもらってください。であと定期テストの勉強、よく定期テストと受験勉強こう話してしまう人もいるんですけど、基本的には定期テストでも勉強してる内容っていうのは受験に入るから、その範囲が、これ高校生になると科目使わないからいらないってことも起こるんですけど、中学校の時は基本的に今勉強してるものが受験勉強に入ってるので、だからその復習することで、それイコールその先生が作った問題でできなかったものをできるようにすることが受験勉強の中にも入っていくんで、ぜひねその辺をなんかこう分けずに、今やってるこの先生が作ったものを復習することも受験勉強の一環なんだって、自分のレベルが上がってるんだって必ずなってるからね、そういった意識でぜひね復習に取り組んでもらえたらと思います。